グレーとピンクの制服。そうなんです、はい、この格好はチームレイトの制服なんですか。そうです、新衣装なんです。何、新しい衣装なんですか。AKB48、 はい、チームレイトはどんなチームなのか教えてください。はい、AKB48 チームレイトは47の都道府県から各1人ずつオーディションで選ばれた47人のメンバーで会いに行くアイドルとして活動しています。はい、嬉しい気持ちの方が大きかったです。はい、栃木県っていろんなところやっぱり遊びに行ったりとかしますか。そうですね、行きます。友達とかとどういうところに行ったりするんですか。栃木県はやっぱり観光地とかが多くて、確かに、ね、はい、やっぱり世界遺産もありますし、なんだろう、でもとりあえず遊べるところがたくさんあって、那須とか、はい、大好きです。今回、はい、栃木ストロベリーフェスタのイベントなんですけど、はい、ひーちゃんはイチゴはもう超大好きです。はい、超大好き。大好きです。どんな風に食べるのが好きですか。いや、私は、まあ、練乳とかも何もかけないでそのままの味を楽しみたいので、はい、そのまま食べます。
素晴らしい。栃木県のイチゴを目標にして頑張ります。大切にイチゴになるって。ね、はい。イチゴになりたいということでございますよね。今中学3年生。そうなんですよね。はい、でもうすぐ高校生。そうなんです。はい。はい、高校生になったらっていう目標ってあったりしますか？いいよね。自分の地元の県をアピールするっていうのがコンセプトなんですけど、やっぱり海外とかにもこの素晴らしい栃木県の魅力を伝えたいなと思っているので、はい、高校生になったら、はい、ぜひ海外とかでも PR したいなって思ってます。はい、皆さん海外に行ったら一緒ですか？さあ今日はですね、この後5時10分からライブを行っていただくという。
うございます。ありがとうございます。まず歌っていただきました。本当、はい、会いたかったです。ありがとうございます。会いたかった、本当にねこう会いたかった、披露していただいたわけなんですけれども、はい、ここで突然なんですけれども、こんなイベントをやっちゃおうと思います。題して、サイン入りタオル争奪栃木ストロベリーフェスタじゃんけん大会2017。すごいですね、突然ですね。はい、この商品はですね、本田仁美ちゃんのサインが入ったレディオベリータオル3枚ご用意しました。今から仁美ちゃんとじゃんけんをして、あいこと負けてしまった方はその場でしゃがんでください、はい、最後に残った3人の方がサイン入りタオルをゲットできると、はい、いうことになってますね。そうです、じゃんけんですよ、ね、はい、じゃんけん大会って言ったらね、はい、AKB さんもね有名でございますけども、はい、じゃんけん強いですか、ひとみちゃん。強い方だと思います。本当です。じゃんけんぽん、大丈夫です。ちょっとやってみます。ちょっと代わりに僕と。ほら、カンカと。最初はグー、じゃんけん、ほい。アイコで、ほい。ちょっと。あの買ってもらわない困るんです。おかしいですね。おかしいですね。ここでブーもらっても困るんですよ。俺は。さあ、それではね、皆さん。3名。はい、ご参加いただきますので、はい、一旦皆さん立っていただいて。はい、参加される方立ってください。はい、いいですか、あいこの方、負けた方はその場で座ってください、はい、しゃがんでいただければと思います、勝った方のみその場で立っていてください、よろしくお願いしますよ、はい、皆さんね、ルールを守ってね、はい、ではそのじゃんけんに強いと言われてるね、ひーちゃんからね、やっていただきましょう。はい、じゃあ行きましょうか。最初はグーな感じでね、はい、じゃあ行きますか、皆さん用意してくださいね、参加する方、この人数すごいですよ、でもこれ、決まりますか。行きましょう。はい、最初はグー、はい、じゃんけんぽい、はい、グーのみ、グーのみ、グーのみ、じゃあ結構座りましたよ、ねえ、強いですね、強いですよ、強いかな、半分ぐらい座りましたよ、うん、さあ、行きましょうか、続いて、はい、行きましょう、最初はグー、はい、じゃんけんぽい、グー、はい、グーの方のみ、グーのみ、めっちゃ減った、おー、ねえ、今30人ぐらいですかね、30人ぐらい、はい、結構次で減りそうですね、でもね、そうですね、じゃあ行きましょうか、はい、最初はグー、はい、じゃんけんぽい、グーグーの方、まさかのグーばっかりじゃないですか。チョキ好きなんですか、いいじゃん。ねえ、グー負け、グーが勝ってますよ、グーが、はい、だいぶ減りましたね、今ので、まあ、はい、10人ちょっとですかね、ですね、はい、じゃあ行きましょう、はい、最初はグー、はい、じゃんけんぽい、はい、パーの方のみ、いな、あれ、あ、一人だけいるかな、ね、パーの方、パーの方、後ろの方一人、あ、女の子が一人、うん、じゃあ今パーの方前に出てきてもらえますか、ステージの上にお願いします。こっちいない、後ろの方いなかった、大丈夫、いなかった、女の子一人かな、他にパーで勝った人いませんか、大丈夫、あ、違うんだね、はい、はい、いないかな、はい、じゃああとお二人に当たるんですけど、はい、どうしましょうかね、そうですね、じゃあもう一回ですね、はい、じゃあまず、はい、おめでとうございます、はい、一人ね、はい、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ね、どう今の気持ちは、嬉しい、小さい子で嬉しいって言ってくれました、ね、おめでとう、みんな拍手お願いします、ありがとうございます、で、いくつなのかな、でもね、いくつですか、あ、そうですか、5歳っていうことですね、5歳、はい、若く見えますね、でもね、十分若いですね、はい、ありがとうございます。さあもう一度ね、はい、参加された方、はい、立ち上がってください、手を挙げていただいて、はい、
まさかじゃんけん本当強かったですね。ねえ最後の十数名をね全滅しました。はい、さあ行きましょう。はい、最初はグー、はい、じゃんけんぽい、はい、グーのみ、またグーだ、グーのみ、はい。一撃がすごいです。はい、さあ行きましょう。最初はグー、はい、じゃんけんぽい、チョキ、チョキのみ、チョキのよ。まだ30、いや20人ぐらいかな、はい、20人ちょい、はい、ね、じゃあもう一回いきますか。はい、最初はグー、はい、じゃんけんぽい、はい、パーの方、パーパー、1、2、3、4、5、6、6人かな、6人かな、7人いますね、はい、これまだ一撃だったらびっくりしよう。じゃあお願いします、行きましょう、はい、最初はグーじゃんけんぽい、チョキの方、はい、1、強い、1、2、はい、2、3、3、3人かな、3人、あ、どこ、3人、3人、あちら2人ですよね、3人、3人かな、そしたら3人でじゃんけんしてもらいます、ね、そうですね、3人の方、ね、じゃあ分かりやすいようにここ、4人、あちら3人いるから4人ですね、4人、じゃあこの辺に真ん中に集まってもらっていいですか、はい、ね、ゆっくりでいいんでね、ゆっくりでいいんで、あ、いいですね、そっちにも1人いなかったら大丈夫ですか、大丈夫ですね、大丈夫ですかね、じゃあ4人で、この4人で決勝で、はい、決勝で2人、はい、2人だけ勝ち上がります、じゃあ行きますよ、いいですか、4人でね、じゃあとりあえずみんな礼お願いします、はい、礼お願いします、聞いてる4人、あ、この子も、あ、5人、5人、5人か、5人ね、じゃあ一度礼、はい、じゃあ行きますよ、最初はグーじゃんけんぽい、どうですか、この2人、はい、2人勝ち上がりました、拍手、はい、2人おめでとうございます、じゃあどう、スタッフが持っていきますね、タオルを今から、あ、タオル、はい、持っていってくれる、2人のところに持っていきます、あ、前に持って、はい、ここから渡します、何だったら、あ、回り込んで、すいません、ね、じゃあ回り込んでいきます、はい、いや見事でしたね、そうですね、いや強かったですよ、お二人、ね、あの二人にちょっとじゃあメッセージをね、もしよかったら、お、おいしい、なんて言った、ちょっとわかんないですね、はい、おー、ありがとう、やった、はい、メッセージもいただきました、そうですね、じゃあね、ちょっと時間もなくなってきちゃったんで、はい、この後ですね、もう一曲、はい、ひとみさんには披露していただきたいと思います、はい、はい、歌ってくださるのは2011年のナンバーです、エブリデイカチューシャです、よろしくお願いします、お願いします、
昨日の夜からも、ね、並んでくださった方もいて、有給も使ってくれた方もいて、本当に私のために集まってくれてありがとうございました。これからも、なんだろう、これからもたくさん栃木でイベントがやりたいので、もしもまた栃木でイベントやるときは、ぜひ皆さんも来てくれますか？栃木未来に対してもある本田ひとみちゃんです。